さあやってきましたね、はい、六甲国際ゴルフ練習場素晴らしい練習場ですね。本当ですね、綺麗で、もうどっぴろいというので OB がないんですけど、まあ、そんなどうでもいいんですけど亀代プロのちょっとスイング理論というか、まあ、実際どうやって自分が打ってるかとか、はい、自分なりでいいんでちょっと教えてほしい。いいですか、うん、結構特徴のあるスイングやから。そうですね、結構皆さん気になってると思うよ、うん、結構ね皆さんね、この腕はどう使ってるんだとか、はいはいはい、肩はどう動かしてるんだとか、下半身はどう動かしてるとかが結構気になる方が多いので、ちょっとその辺をちょっと教えてもらっていいですか。わかりました、じゃあお願いします。ちょっとじゃあ何球か打ってください。あ、はい、打っちゃっていいですか。打っちゃってください。分厚い音するよね。おお、これ何番ですか。これ9番や。9番。はい。大事にしてるスイング理論というか、まずアドレスから教えてほしいんですけど、はい、そうですね、アドレスからもう完全にアドレスにちょっとやっぱ特徴があるじゃないですかそうですね、その、まあ、ハンドダウン、うんうん、で、まあ、みんな気になると思うんですけど、それってやってるのやってないのって話なんですか。いや、もう全く自分の中ではやってなくて、意識はしてない。全くしてないんですよ。じゃあなんでそうなるの。まあまあそうですね、僕結構手が長いと、ちょっとあ、そうですね、一緒ぐらい、身長はあんまり変わらないのに、僕らは大きいのに手が長いですね。ちょっと長くて、はい、で撫で方よね。そう、撫で方撫で方なのと、うん、でちょっとやっぱり足が短い、短いよねので、うん、やっぱ普通に構えちゃうと、うん、自然とハンドダウンになっちゃうんですよ。そうか、もう自然となるわけないよ、はい、気持ちよく構えたら。そうなんですよ。じゃあもうそのやってるとかじゃなくてなっちゃうんだ。そう、もう気持ちよく構えたら勝手にハンドダウンになっちゃうので、でもこれが一番ストレスも何も感じないアドレスなので、これを僕はもう普通にして、大事にして、はい、じゃあ決してハンドダウンが悪いとかじゃなくて気持ちよく構えたところにハンドダウンになってるっていう。そう、それが一番大事だと思う。結構自分でやってんのかなとか思うから、いえいえ、もう気持ちよくなっちゃってるわけね。そう、勝手になっちゃうんで。まあでもこれは亀代くんのまあ体の特徴とかを踏まえた上でそうなってる。そうです。でもしちょっと背が低くて手が長い人がいたらハンドダウンになってください。そう、勝手になるんで、逆にハンドアップにしたりとか、はいはい、ちょっと形ばっかり気にしすぎてる方が多いと思うんで、それこそもう自分の構えやすいところに構えてもらって、あとはもうクラブは来角を調整できるんで、これクラブってね、こういじれたりするんで。そうです。それはもういじれるんで、もう大事なのはじゃあ気持ちよく構えてほしいと。そうです。なるほど、まあじゃあアドレスはそこが一番大事と。大事ですね、はい、じゃあテイクバックはどこから指導というか、まあ、よく多いのはお腹から指導してほしいとか、下半身から動かしてほしいとかが、まあ、よく耳にすると思うけど、はいはい、上君はどこを意識してテイクバックしてるの。僕はアドレスとかで、まあ、まあこう構えます。その時にその肘のさ、右がすごいちょっとこう空向けてる。そうですね、イメージとしてはこう構えた時に両肘がちょっと空に、うん、空にちょっとこういう感じですよ、ね、うん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 、ってイメージで構えます。はいはい。でこれがもしこう被っちゃったりすると、うん、この指導を上げるときにこう手でこう上げやすくなっちゃうので、はいはい、で切り返しも自分でこう突っ込みやすくなるので、あとはもうちょっと空に向けて脇は締めて、そう、脇を締めるイメージで、その締めたまま気持ちよくダラーンと構えたところで構える。で上げるイメージとしてはこの右肩をこのまま後ろに回すイメージです。はいはい、回す、回すって感じ。引くって感じか。引くって感じ。右肩を。そう、右肩をそのまま後ろに引っ張っていく。うんうんうん。じゃあそのテイクバックの指導はじゃあもう右肩？そうですね。イメージでしょ。あ、そうなんや、はい。お腹とかじゃなくて。まあお腹もこっちを使えば勝手に。勝手に来るってこと。そう。あ、もう上が動いたら下はねじれますよねってこと。そう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 。そういう理論。はい。ああ。じゃあもう右肩を引くオンリー。テイクバックですね。あ、そう。テイクを引くときに一緒にアマチュアの方とか膝が一緒に流れちゃったりするんですよ。はい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 。それ絶対流れないように右肩の
この内転筋ってこの内側、はい、にちょっと力ちょっと入れとって入れといて、でそのままこう我慢しながら上げる。そうすればやっぱ捻転が大きく生まれるので、うーん、パワーがたまる、距離につながるっていうのはやっぱこういうところなんですよ。結構やっぱりそのなんだろう、お腹から回せとか、はいはい、足とかいろんな理論がある中で、亀代くんはもうこの肩だけ意識。そうですね、まあそれよりもシンプルよね。まあもうそうですね、はい、一番ねシンプルイズベストで。じゃあこのトップまで行くやん、肩引きました、はい、こうなりました、はい、もう回るね。でこっからは、こっからはもう絶対に、うん、切り返しで上から行かない、はいはい、下半身のこの左の膝をこうグーって回していく感じ。左の膝をこう、外に開くってイメージ。一回まあ言うたら真横に行く感じ、うん、真横にこう、あ、こっちに来るんだ。そうです、イメージとしては。じゃあテイクバックの時に体重の配分っていうか、どこを動かしてる感じ、はい、踏むとかさ、どこある、踏む、右足の裏を動かすとかさ、何かこう、まあ、テイクバックではこのまま右足の下に、うん、まあ、釘があって、はいはい、これを踏みながら上げるイメージ。あ、釘を下に押し込むイメージ。そうそうそう、こうグーって踏んだら、うん、上体がこう上がることなくこうパワーを貯めていける、うん、じゃあちょっと沈んでもいいってこと。テイクバック、あ、全然いい、全然いい。あ、そうなんや。で切り返しも同じイメージ、うん、同じイメージで、この左足の下に釘があるイメージ、ね、そうです、こう踏んで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 、こうまあ自然と腰を回ってくるんで。じゃあ亀代くんはこうちょっとこう横に動くイメージがあるわけ。そうです。 あそうなんや。じゃあその今なんていうんだろう、こう言われてるその場ですごい回転とか、はい、そうですね、そういうイメージよりかはちょっとウェイトシフトっていうか、はい、僕は左に行って踏んでその場所で回る。そうです、こういう感じ。はあ、この理論はどなたに教わったの。僕コーチずっと青木翔さん。青木翔さん、あの今話題のあの渋野日向子プロの。そうです。あ、じゃあ師匠が青木翔さんなんですね。そうなんですよ。あ、だからこの腕の向きとかも、もうね、そうですね、よく言われてるサルテ。ああ、そうです、そうです。僕も結構サルテでこうペタッてつくんで、あとはもうこのまま変えないように本当は回したいんですけど。あ、そう、じゃあもう手の意識ってのはもうほとんどゼロ。あ、もうないです。あ、そうなんや。じゃあテイクバックで右肩を引いて、で切り返すからはこっちを踏むってイメージ。はい、あ、そうなの。で、じゃあこうテイクバックして切り返してきました。で、インパクトハンドファーストで当たるよね。で、腰回って当たるよね。そうです。で、こっからは、こっからはまあこの自分の打ち出したい方向がまあこの辺りあるとすれば、うんうん、まあこのまま腰は回し続けるんですけど、うん、回し続けた中でこう上体をそっちに送ってあげる。あ、じゃあちょっと右に打ち出したかったら右に出したってことかも。そうですね、気持ち、まあでも右に出したら分フェースがこう返ってきちゃうので、うん、まあそれはドローを打ちたい時とか。その時にその出したい言ってもヘッドを出すのか、その手元を出すのか、どこを意識してる。僕のイメージは、僕結構左手の小指に力入れてるんですけど、うんうんうん、その小指を、小指を出す感じ。小指を出す。でもそれ小指を出すってなったらこうなるじゃん。あ、普通の人ってこうならないように、なんていうかな、おし、こうボールを包みながら、あ、ボールを包みながらこの左手の甲が下向く感じ。下向きますね。上向いたらアウトやもんね。上向いちゃうとやっぱシャンクするもんね、はい、じゃあこの左手の、小指、小指、ここ下3本か。そうですね、ここがすごい大事。はい、僕大事だと思います。これはでも青木さんのちょっと動画で見ました。あ、本当ですか。ここ大事って。それと一緒ですね。一緒ですね。さすがですね。はいはいはい。で、こうインパクト、ハンドファーストに当たって、じゃあローテーションの意識はもうなし。ないですね。もう押し込んでいくっていうね、はい、ひたすら。まあ基本、左、この腰を回せば、勝手に上半身もこう一瞬ついてくるんで、うんうんうん、もうこれをずっと続けてあげる。じゃあこ、極端なイメージ、こんなぐらい、まあこういう感じで、待ってもいいか。はい、回って、でも結局のところ帰ったクラブの重さでローテーションかかるんですけど、しっかりマックス使ってあげることによって体の全体を使って打てるんで、距離もつながるし方向性も出る、出るし、うん、ちょっと動画スローで見させてもらったんですけど、はい、亀代選手のこの左足グッて踏ん張ってきた中で、はい、この右足がすごいベタ足なんですよ。ああ、プロ、なるほど。これなんか意識してるんですか。
まあ意識、まあ確かに、まあ一番僕が思うにシンプルなのって、うんうんうん、こう構えてる状態で腰を回して、うん、これが一番シンプル。シンプル。じゃあそこだけ意識してるからベタ足になるわけ。はい、勝手に。もうあと腰回すだけなんで、やっぱり自分が打とう打とうとしちゃうと、こう勝手に体が腰が上がったりとか、やっぱ上半身で打とうとしたら、こう一緒に突っ込んだりするんですけど、ただ腰を回すだけなんで、無駄なことしなければ勝手にベタ足になると。無駄なことしなければ、じゃあ前傾角度も起きない。起きない。ここからキープしたまま左サイドを回すだけ。そう。お、結構じゃあもうシンプルだよね。もうアドレスは結構癖強いのに打ってる理論っていうのはすごいシンプル、ね、もうそうですね、あんまり変なことは考えない。うんうんうん、回して腰回すだけ。うん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 、意外とじゃシンプルな感じに見えましたね。聞いてもそうやけど、で打ってます。じゃあそれが結局飛距離にもつながるし方向性も出る。あ、やっぱりシンプルな方がやっぱ考えることが少ない分思い切り振れると思うんですよ。やっぱそれが結果的にヘッドスピードとか、まあ、ミート率がとかにつながってくると思うんで。 OKOK、うん、じゃあその今ハンドファーストに打ってきたやん、はいはい、これをするときなんかドリルとかって何かあるの？今まで自分がいろいろやってきたドリルとか。ああ、やっぱりなんていうんですかね、やっぱりイメージこういう、インパクトするじゃないですか。インパクトの形を作る。そう、インパクトの形を作った状態でからこのまま練習法なんですけど、はい、このまま、状態で腰だけ回してこっからフォローを持っていく、こういう練習をするんですよ。それパターではよく見るよね。あ、パターやりますね。うんうんうん、でもそれのショット版ってこと。ショット版です。全部一緒だと思うんですよね。やっぱ体をこう大きく使ってあげることでフェースにもちゃんと乗してこうターゲットにも。あ、そう、それちょっとやってもらっていいですか。わかりました。構えます、うん、腰回します、うん、おお、まっすぐ飛んでるもんね。しかもそうです、これでターゲットの方をしっかり出してあげる。うまいね。ちょっとやってみます、ゆうちゃん。構えます。あっちちょ。ああ。それはやっぱりちょっとから手を使って出そうとしちゃうんで、はいはいはい、もう体の回転だけで出せれば、なるほどなるほど。したい方向に飛んでいく。ここをキープして、この左、ここの状態をキープしたまま、腰を回す。回すことによって、結果的にここのラインが打ちたいターゲットの方が向く。そういうインパクトに結果的になるんですよ。